おどうす、もしもです。今回ですね、おすすめサブ、ロザリン編やっていこうかなと思います。はい、とりあえずね、ロザリンの性能、おさらいしていきましょう。はい、76で、スキル12ターンで30ターンの間、ヒドロップが少し落ちやすくなると。で、変身するとこんな感じですね。10ターンで20ターンの間、ヒドロップがロック状態で落ちてくると。でまた10ターン経つと2段階変身目。はい、1ターンの間、チーム内の非コンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力上昇、回復以外のドロップから火を6個生成と。これね、非コンボ強化1個につき、確か 10% だったと思います。はい。まあ、10% なんでね、そんなに強くないんですけど、まあ、回復以外のドロップからね、火を6個生成が2ターンっていうのはかなり強いと思います。はい。で、リーダースキル、火属性の攻撃力16倍、9コンボ以上でダメージを 70% 軽減、火の2コンボ以上で3コンボ加算で固定1ダメージと。これかなり強いリーダースキルですね。今ちょっとね、相方が誰かっていうのはパッと思いつかないんですけど、まあ、無難にいけばロザリンとロザリンで組むのが今一番強いのかなと思いますね。うん。かなりリーダー性能はやっぱノーチラスに負けず劣らず、なんならノーチラスよりも強いんじゃないかっていうぐらい本当に強いリーダースキルだと思います。まあ、マイネクロネとかね、ああいう流れちょっとね苦手なんですけど、それ以外はまあ大丈夫かなと思います。はい、というわけで見ていきましょう。上に行けば行くほどね、優先度が高くなってます。非コンボ強化枠ですね。まあ、非コンボ強化枠は結構ね量が多かったんでまとめきれなかったんですけど、まあ、一応ね副属性も持ってるキャラを優先して選んだつもりです。でまず上からね、プリシラ、ホルス、シノブ、ベリアル、フレイとね、いう風になってますが、まずね、プリシラ結構おすすめですね。アシストを乗せやすいんで、本人のね、スキルもまあそこそこ強いですし、非コンボ強化をね、3つ持ってるのも結構偉いですね。うん、で、超覚醒で、まあ、スキブプラス選べるのも強いし、まあ、耐性をね、選べるのも強いというわけで採用しました。で、ホルスもね、スキルがね、結構強いですね。回復上書きできるのはかなり強いと思います。はい、L字持ってるのもね、結構偉いですね。で、シノブはね、かなり、強いと思います。まあ、激減スキルなんでね、まあ、裏マローとか、まあ、あとは飛行場のね、最後とか、HP 半分切るタイミングで、まあ、打ったりするのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ベリアルもスキルターン結構軽いんでね、ベリアルのスキルを使うっていうよりは、まあ、上にダメージ吸収のね、武器とかつけてあげるのがいいんじゃないかなと思います。雲耐性持ってるのもね、結構偉いと思います。はい。で、フレイも、まあ、実質スキブ6みたいな考え方ができますね。うん。まあ、ただ優先度は若干低めかなと思います。そんなにね、エンハンスも必要ないし、まあ、回復力書き換えられるのも偉いんですけど、まあ、12ターンで結構、ね、重いんで、アシストも乗っけにくいということで、まあ、ちょっと優先度は落ちるかなと思います。はい。で、続いて、覚醒無効回復枠ですね。これ4キャラ選びました。1キャラ目が禰豆子ですね。で、グレモリー、サリー、マトウサクラと。禰豆子は、まあ、無難に強いですよね、やっぱり。雲耐性持ってるしね。変身前、実質スキブ後、みたいな考え方もできますし。まあ、4ターンでこのスキルが打てるのもね、かなり強いんで、やっぱ禰豆子はね、おすすめですね。で、続いて、クリスマスグレモリー。こいつ非コンボ強化もね、持ってるし、かなり偉いサブだと思います。割とね、優先して入れちゃってもいいかもしれないです。で、サリー。まあ、サリーもね、非コンボ強化持ってるし、まあ、スキルターンもね、そんな重くないんで、アシストも乗っけやすいというわけで採用してみました。まあ、毒耐性プラス持ってるのもかなり偉いと思います。はい。で、マトウサクラ。これ、無課金のマトウサクラですね。まあ、こいつもね、かなり代用枠としては、ありっちゃありなのかなと。思います。まあ、指をね、持ってるんで、そこをね、評価して入れてみました。あとは、まあ、テープ耐性もね、まあ、偉いですよね。うん。で、まあ、あとスキルターンもそんなに重くないんで、アシストもまあ、そこそこ乗っけやすいかなと。まあ、でも結構ね、妥協枠になっちゃうんで、そんなに採用、優先度としては、うん、高くない。というか、低いですね。はい、続いて、無交換通枠ですね。マグニート、グランディス、アースクエイク、アルバトリオンと。まあ、マグニートとグランディスはね、かなりおすすめですね。特にね、マグニートは高難易度になればなるほど、その進化がね、発揮されるというか、うん、本当に強いと思います。マグニートはね、優先して入れちゃってもいいかもしれないです。で、続いてグランディスですね。これ、進化後のグランディスです。これ、スキブ6持ってるんで、かなり偉いと思いますね。まあ、無交換通火力もね、まあ、そこそこというか、まあ、結構出るんで、これはおすすめですね。まあ、スキルがね、個人的にそんなに強いとは思わないんで、まあそこがちょっと残念ポイントかなと思います。はい。で、アースクエイクですね。まあ、アースクエイクも結構ね、まあ、おすすめなんですけど、キラーが刺さらないと、まあ、ちょっと、火力としては微妙かなと思ったんで、この位置にしました。スキルもね、そんなにまあ悪くないんで、アシストもまあ、乗っけれなくもないという感じですかね。はい。で、アルバトリオンですね。アルバトリオン、毒耐性プラス持ってるのが結構偉いですね。うん。で、無交換通火力も、まあ、悪魔と神に対しては結構出ると思います。超覚醒でね、キラーどっちかに寄せてあげることもできるのって、これは結構おすすめですね。で、スキルターンも軽いんで、アシストも乗っけやすいと。まあ、アルバトリオも結構おすすめです。で、続いてダメージ吸収枠ですね。まあ、一応属性吸収も兼ねてます。で、ギルガメッシュ、ポロネ、レーベン、ルーとなってますね。まあ、ルーはちょっとね、種属性、光なんで、ちょっとね、優先度としては、下の方に見ていいと思います。まあ、レーベンもね、50% 以下強化なんで、あんま火力は出しにくいという意味では、まあ、ちょっと優先度落ちちゃうかなと思うんですけど、まあ、スキルはね、結構強いんで、まあ、採用は全然ありかなと思います。はい。まあ、ポロネは、まあ、言わずもがな、うん、強いですよね。まあ、8ターンで打てるスキルと。まあ、そんなにね、回転率必要ないダンジョンだったら、まあ、別にポロネである必要はないんですけど、まあ、L 字持ってたりね、チーム HP 強化持ってたり、まあ、結構偉いんで、まあ、採用の価値はね、今でも全然あると思います。はい。で、ギルガメッシュですね。まあ、ギルガメッシュはね、かなりおすすめですね。うん。やっぱスキブ4にもできるし、まあ、7C3、無効貫通1、LG1 にもできるしね。まあ、テープ耐性にすれば、毒耐性とテープ耐性どっちもね、持つキャラになると非常にね、優秀なキャラなんで、ダメージ吸収とかね、属性吸収を武器で補わずに、まあ、普通にサブで補いたいってなったら、結構ね、ギルガメッシュはおすすめですね。はい。で、最後ね、ちょっとね、紹介しきれなかったその他、まあ、もっともっと他にね、たくさんいるんですけど、まあ、今回は5キャラピックアップしていきました。で、上からメイシン、サガット、ナコルル、メイシン、ソニアですね。まあ、メイシンは、まあ、進化前後どちらもおすすめですね。まあ、でも個人的には、非コンボ強化持ってる方が、うん、パーティーの火力のね、足しにもなっておすすめです。で、続いてサガットですね。で、サガットもね、結構強いですね。まあ、暗闇耐性プラス持ってるのも偉いですし、昇格性でスキブも5にできると。で、スキルターンも軽いんでアシストも乗せやすいと。結構強いと思います。はい。で、ナコルルも暗闇耐性プラスが偉いです。で、まあ、昇格性でね、スキブプラスを選んであげれば、まあ、スキブが4になると。うん。で、まあ、スキルもね、一応まあ威嚇なんで刺さるところには刺さるって感じですかね。で、ソニア、まあソニアは妥協枠として一応入れてみました。まあ優先度はそんな高くないですけど、まあ、サブがね、どうしてもいないよって人だったら、まあ、ソニアもね、まあ、採用全然ありかなと思います。はい。ロザリンはね、本当に強いんで、まあ、引けたらね、めちゃくちゃラッキーですよね。うん。まあ多分気候上の絶対者とかね、まあ、裏マロンの支配者とか、結構ね、最難関と呼ばれるダンジョンでもね、全然クリアできると思うので、まあサブはね、自分のまあ、ボックスと相談して決めてもらえればいいかなと思います。はい。まだまだね、上げきれてないキャラたくさんいるんで、まあ、そこは本当にね、自分のボックスを見て、まあ、良さそうなやつがいたら、まあ、とりあえずね、入れてみるというのがいいんじゃないかなと思います。サブがそんなに強くなくても、変身さえね、できちゃえばロザリンね、めちゃくちゃ強いんで、まあ、おすすめですね。はい。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイチャアディオス。